アメリカ陸軍航空教育研究センターはアラバマ州4トラッカーに所在する米陸軍航空科に関する訓練及び開発の中枢機関である。以前は陸軍航空センター及び学校と称されていた。軍人、軍属及び海外学生の指導力を要請し、航空戦闘の協議とダティメルピーフに関わる要求事項の統合を図るとともに、 保有する装備品等を管理し、アメリカ陸軍の兵士、軍属、退役軍人を及びその家族の福利構成に貢献している。指揮官は少々マイケル・ディ・ランディである。教育研究センターの冷化部隊には、第1航空旅団、第110航空旅団及び第128航空旅団の3つの航空旅団と貸し館学校がある。 陸軍航空による組織的な戦闘行動が初めて行われたのは1942年11月の北アフリカの海岸でのことであった。第二次世界大戦中には L-4 グラスホッパー及び、それよりもやや大型の L-5 センチネルが遮断修正、情報収集、海上からの砲撃支援、爆撃式などに用いられた。 その頃の操縦士及び整備員に対する訓練は、そのほとんどが、オクラホマ州ヘンリーポスト陸軍飛行場にあった、野戦砲兵学校の航空訓練部において実施されていたが、陸軍航空軍においても、陸軍航空要員に対する基本訓練の一部が実施されていた。朝鮮戦争の間、ヘンリーポスト陸軍飛行場にあった航空訓練部が拡大され、 1953年の初めに陸軍航空学校へと改編された。その後、航空及び砲兵の双方の訓練が増大し、ヘンリー・ポスト陸軍飛行場では手狭となったことから航空学校を他の中屯地に移設することが決定された。それに適した永続的な陸軍中屯地が見つからなかったため、一時的な中屯地であった。 アラバマ州のキャンプラッカーが移設先に決まった。アラバマ州への陸軍航空学校の移設は1954年に開始され、その年の10月にはキャンプラッカーでの最初の授業が始まった。1955年2月1日、キャンプラッカーにおいて陸軍航空センターが正式に創設された。その年の10月、その駐屯地は永続的な施設に指定され、 キャンプラッカーからフォートラッカーへと解消された。1950年代の半ばまで陸軍の航空操縦士及び航空整備員の基本訓練は空軍により実施されていた。1956年国防総省は陸軍の航空操縦士等の訓練を陸軍に移管した。空軍が陸軍の航空操縦士等の訓練を行っていた。 テキサス州のゲイリー空軍基地及びウォルタース空軍基地も陸軍へと移管された。フォートラッカーの施設はまだ整備が不十分であったため、固定翼機の基本訓練は1959年までキャンプゲイリーで、回転翼機の基本訓練は1973年までフォートウォルタースでそれぞれ実施された。キャンプラッカーにおいては、 初めての黒人操縦教官であるミルトン・クレンシャーが1954年から1966年にかけて教育を担当した。1956年、陸軍航空センターは回転翼機用武装兵器の組み立て及び試験を開始した。まだ建前上は空軍が航空火力支援に関する排他的責任を有している中で行われたこれらの試験は 陸軍用ヘリコプターの武装システム開発の先駆けとなった。2005年には基地閉鎖及び再編委員会においてフォートユースティスの航空兵団部門をフォートラッカーの航空センター及び学校に併合することが勧告された。結果的にはその併合は実現しなかった。その後航空センターはアメリカ陸軍航空戦闘センターと解消され、その後さらに アメリカ陸軍航空教育研究センターへと解消された。第1航空旅団の部隊将第1航空旅団には、それぞれ独自の任務を有する4つの異なる大隊が配属されている。第13航空連隊第1大隊、第145航空連隊第1大隊、第210航空連隊第1大隊及び、第13航空連隊第2大隊である。 第一航空旅団の起源は、ベトナム戦争まで遡る。1965年4月、すでに南ベトナムに派遣されていた、既存の第13航空大隊、第14航空大隊、第52航空連隊及び145航空大隊が、アメリカ陸軍航空旅団に配属され、戦時編成が整えられた。1965年8月、 アメリカ陸軍航空旅団は第12航空軍へと改編された。その後、その勢力が2倍に拡大され、1966年3月に第1航空旅団へと改編された。ベトナムチョッパーズの著者であるダンスタンは、その戦争の初期に派遣された多数の独立した航空中隊は、それらが支援する部隊ごとに別個の手法により運用されていたため、 担当地域を超えて活動することが困難であったと記している。旅団編成の目的はそのような状況において標準化を推進することであった。旅団長には南ベトナム軍事援助司令部の航空爆料である淳商ジョージピーセネフが就任した。ベトナムでは陸軍航空に対する要求事項が戦域ごとに異なっていたため第一航空旅団は当初は 各アメリカ軍旅団のみに、時項は各韓国軍旅団にも1個、強襲ヘリコプター中隊を配備することとした。また、ベトナム共和国陸軍の部隊を支援する飛行中隊は、最も支援が容易な位置に配置された。旅団は1個戦闘航空大隊の司令部をもって、各不評手団を直接支援させ、ある特定の任務のために、多数の飛行中隊が配属された場合においても、 この代替司令部の統制により、師団の作戦を支援できる体制を整えた。第一航空旅団の司令部及びその二隊は、1966年5月から1967年8月までの間、最後に配置されていた。その後、その司令部はロングビン分屯地に移設され、1972年初秋に、その分屯地が閉鎖されるまでの間、そこに配置されていた。 その後、タ丹ン孫ンニャットの南ベトナム軍事援助司令部の施設に移り、ベトナム撤退まで、そこにとどまった。この間、第52航空大隊は、山岳地帯において、第4不評師団を支援し、第10航空大隊は、第101旅団及び、韓国軍師団を支援し、第11戦闘航空大隊は、第1不評師団、第214戦闘航空大隊は、 第9師団、第269航空大隊は、第25師団をそれぞれ支援した。第13大隊は、後に完全編成の航空軍に昇格され、メコンデルタに留まった。第17航空軍及び、第12航空軍の2個航空軍は、それぞれ、第2軍団戦術地域及び、第3軍団戦術地域における、航空戦闘を指導した。これらの航空軍の指揮官は、 アメリカ軍の地上部隊指揮官の航空参謀を兼務した。第一航空旅団の兵力は1970年6月にピークを迎えた。この頃、旅団は4個戦闘航空軍、16個戦闘航空大隊及び83個飛行中隊で編成され、4000機以上の航空機が装備されるとともに2万7000名以上の兵員が配置されていた。 1971年11月に第一、航空旅団に配属された第34全般支援軍は1972年後半までその任務を実施した。1973年1月の停戦後維持には第1航空旅団の勢力は4個、戦闘航空軍全体で人員5000名、航空機数420機まで減少していた。 1973年3月、第一航空旅団は、アラバマ州、ホートラッカーに帰還し、1973年4月6日に、戦時編成が解除された。シェルビー・エルスタントンの著書、ベトナム・オーダー・オブ・バトルによると、ベトナムにおける、第一航空旅団の霊化部隊は、次の通りである。1977年2月18日、第一航空旅団は、 フォートラッカーにおいて訓練部隊として再編成された。1970年代の後半から1980年代の初めにかけて第一航空旅団の指揮を取ったのはベトナム戦争の著名な退役軍人であるジョン・バーン戦であった。第一航空旅団は戦闘、兵艦支援及び管理事項などの多くの任務を有していたが、その主たる任務は 航空戦闘に関する将来の指導者たちを訓練し、育成することであった。部隊から収集した教訓事項に加えて、教官などの機関要員は、旅団以下の航空下部隊のための陸軍航空諸兵科連合協議について、記述、見直し及び調整が行われている。幅広い専門軍事教育科目を網羅した家庭教育においては、 諸兵科連合部隊の戦場における統合が重視されている。戦術訓練には最新式のシミュレーションが用いられ、学生たちが幅広い戦術シナリオにおいて想定上の戦闘を行いながら各級部隊の指揮官及び参謀の役割を経験できるようになっている。同様に重要なのは新たな航空職種隊員に対して行われる新任者教育である。 この教育により、航空科部隊におけるそれぞれの職域において、必要とされる基本的技能が付与される。アメリカ陸軍無人航空機システムに関するプロジェクト管理の主体である、無人航空機システム教育研究センターは、総合的能力管理の集中及び UES の統合を推進している。この教育研究センターは、アメリカ陸軍べての管理、運用組織、 必要に応じ国防総省の各統合機関と協力し、現在及び将来のすべての友人及び無人機における US の総合運用性に関する守備一貫した戦略の確立に寄与してきた。トゥース教育研究センターの任務は次の通りである。全陸軍機関、統合組織、その他の国防総省機関との統合、調整を行い、すべての友人及び 無人航空機の現在及び将来にわたる u s の相互運用性に関する構想を含む、米陸軍 u s 戦略を確立する。米陸軍 u s 教育研究本部は、それぞれの専門分野において、幅広く豊富な知識、能力及び経験を有する、専門家たちによって編成されている、第110航空旅団は、3つの駐屯地に所在する4個、 航空代隊で構成されている。第11航空連隊第1飛行代隊は、米陸軍航空教育研究本部及び、フォートラッカー並びに、全米航空システムに関する航空管制業務を実施している。第14航空連隊第1飛行代隊は、ハンチーリック軍ヘリポートにおいて、R-64D アパッチロング棒及び O-58D カイオワを用いた、 飛行訓練を実施している。第212航空連隊第一飛行大隊は、ローリク軍ヘリポート及び、シェル陸軍ヘリポートにおいて、O-58、u h 1イ位及び UH-60、ブラックホークを用いた戦闘及び夜間、運用訓練を実施している。第223航空連隊第一飛行大隊は、ケアンズ陸軍飛行場及び、 ノックス陸軍ヘリポートにおいて CH-47 チヌーク及び C-12 ヒューロンを用いた飛行訓練を実施している。航空教育研究センターの学生たちは操縦技能を習得すると同時に第110航空旅団を持ってアメリカ軍を支援するための航空装備の運用を行う。通常の学生は航空学校で15週から18週間。 幅広い科目について、訓練を受けた後、操縦バッジを授与されて卒業する。ザマ、ROTC、または、OCS を卒業して将校に任官した将尉たちは、フォートラッカーに到着すると、そこに居住し、2ヶ月間の将校初級指導者課程を履修する。その課程を卒業したならば、歌士官としての勤務経験を有する者が多い、順位たちと一緒の課程に入校する。 家庭教育を履修する前に、学生たちは、ダンカー訓練及び陸軍セレ教育を修了しなければならない。セレを修了した学生たちは、アメリカ陸軍航空医学学校で新任者、回転翼航空医療訓練を受ける。そこでは、生理、毒物、重力、その他の飛行及び人体に関連する事項に飛行が及ぼす影響について、教育が行われる。 操縦学校に在籍している間、これらの家庭で教育された事項については、教官操縦士による試験が頻繁に行われる。飛行訓練の内容は、個々の学生及び、履修機種によって異なるが、通常、基本操縦訓練、景気飛行訓練及び、戦闘能力基礎訓練が行われる。基本操縦及び景気飛行訓練は、 th-67 ベルジェットレンジャーを用いて行われる戦闘能力基礎訓練は o-58 を用いて行われる。テレビ番組特攻や漏洩チームにおいて架空のキャラクターであるアメリカ陸軍隊員の H.M. マードックはエピソード A. ナイスプレイス2ビジットで第一航空旅団の部隊賞を着用していた。2017年の映画キングコング 独路島の巨神の中で科学研究チームを支援した米陸軍航空部隊は第一航空旅団の部隊装をジャングル用戦闘服及び飛行服に装着していた。ありがとうございます。